ニューアルバム、五郎松井、浩二玉木トリビュートアルバム、アナザーフェイスということで、昨日やっと全てのレコーディングが終わりました。無事にありがとうございます。お疲れ様でした。もうなんか今回13曲、まあなんかあれですよね、男性のその世界というか、その、まあ、五郎さんは玉木浩二さんに対してお書きになった曲、僕っていう言葉も出てきたりとかもするし、でもまあなんだろう、結構男性の歌をこうカバーする時って人によってはね、俺っていう言葉が出てきたりするんですよ。で俺はねやっぱさすがにやっぱちょっといくらそのカバーでもちょっと無理だなと思うんですけど、今回その男性のその曲にしてはあまりその どう言ったらいいんですかね、男歌的な感じの感覚は全くなかったんですね。実はあのショパン安全地帯っていうのは認証あなたって相手のことを呼んでるんですよ、はい、そうですね、それで自分のことあんまり僕とかまして俺とかは使ってないことが多くて、はいはい、うん、まあ、ちょっとそこはねこう中性的な世界観をあえて作っていったことは事実なんです。そうなんですね。で、まあ、後半になってきてね、僕っていうことを認証を使ったりは作ったりしてましたけど、でも初期はほとんどあなたなんですよ。だから人によってはね、昔から女性の歌だと思ってた方もいたみたいで、なるほどね。だからこう余計こう世界に入りやすかったかもしれないですね。だから歌う人によっては本当に男性歌で作ったではいたものの女性歌としての性質、うんうんうん、だから今回非常にね楽しみでしたね。やっぱり玉木っていうのは、まあ、カバーしてくださる人も多いですけれども、うん、割と男性の歌手が多いんですよ。ああですね。で、女性の歌手ってどうなってしまうのかっていうことがね、うん、どうなってしまうのかっていうのを楽しみという意味でね、はいはい、コーディングが始まったんですけど、でも今回ね、まあ、本当に古い曲はもう30年ぐらい前になるのかな、その作った映画25、6歌もね、ありますけど、その頃の感じとか、まだ自分で気づいてないことが結構ね、再発見というか、とても楽曲のものはこういうことなんだなと思ったり、詩の意味がまたこう姉ちゃんが歌うことによって、なんかこういう実は歌になるんだなっていうのがね、すごく分かったことがあって、ね、楽しいプロジェクトでした。あ、そうですよね。なんかまたこう作品をなんかこう客観的に見るってことがもしかしたらこうできたかもしれないですね。でもやっぱりなんか玉木さんの楽曲っていうのはやっぱもう玉木浩二というそのボーカリストというか、まあ声とかそういったものがあってなんかこう成り立ってるっていう、こうちょっと特殊な世界観っていうのがやっぱり安全地帯もそうですし、玉木浩二さんの名義でもそうですし、あったので、やっぱりやっぱちょっとこうカバーするのっていうのは結構ね、実は勇気はいった勇気ありました。特にやっぱりこう玉木浩二さんの楽曲に対してのファンの方のこのね、思いの強さというか、そういうのも多分おそらくあると思いますし、玉木浩二さんだからこそやっぱり歌えるものっていう認識がやっぱりすごく、皆さんもそうですけど私も今回ちょっとやって改めて思いました。今回はどう言ったらいいかな、今までこう私の声もそうなんですけど、なんていうんですか、すごくこう強く出す声を強く出す歌い方というか、まあ、歌い切るっていうか、なんかそういう感じの歌い方っていうのもずっとね、もともと私声も結構硬いですからあったんですけど、玉木さんのこの楽曲、いろんな楽曲聴いて、ここまでそのなんていうんですかね、息がもう本当に息を多く使って本当ため息混じりにこう歌う手法というか、これがねちょっと今回ちょっと自分でどっかでなんかできないかなと思っていろいろ試したんですけどね。でも前回 の、フィメールというアルバムね、うん、一緒に作らせてもらって、うん、はい、まあ、あの頃から少し僕は結構そういうリクエストもしていて、まあ、多分こういう人は違うでしょうけど、まあ、そういう、こう息の成分のこう使い方っていうのは楽曲
によってやっぱり今までの入着したりとかこうちょっと違う感じのものもやったじゃないですか、うん、まあ、だから僕はその意味では、まあ、前回のアルバムっていうのは一つまたこうステップとしてね、なんかあれはあれでチャレンジをしてもらえたと思い、でさらにまた今回こういう形で何でしょう、また別のこう階段というかチャレンジっていうような感じはしていて、まあ、自分の中では非常にこう理にかなってるっていうとちょっと変ですけど、うん、なんかみおちゃんボーカリスト森上にとってはすごく面白いこう工程というか旅の一つじゃないかなっていう気は知ってましたけどね。でも本当に難しかった、うん、あのね、あの先ほどもお話したようなその今回のことが僕もこう再発見できたっていうことの一つにね、あの今難しいっておっしゃったの意味で言うと、多分そのいつぐらいからでしょうね、80年代90年代ぐらいからかな、曲作りっていうのがその割とパート別にこう作る感覚ってあったんですよ、はい、どういうことかっていうと A メロ、B メロ、サビみたいな、で最近になってはもうほとんど例えば A メロを作る人、B メロを作る人、サビを作る人みたいな、なんかそういう作り方をしてるチームがあったりするぐらいなものになっちゃってますけど、でもやっぱり90年代ぐらいから例えばタイアップってテレビのタイアップとかコマーシャルとかってもうサビだけとかこう切り取るじゃないですか、はい、だから割となんかそこだけすごくキャッチーに作るとかね、あとアレンジのことなんかも含めてなんかそういう作り方をこうしてたと思うんですよ。で僕なんかもこうよく仕事を依頼された時にもうサビだけくださいみたいなこと言われたりしたこともあったので、でも書くこととしてはねやっぱりなかなかそのストーリーがあったり、やっぱ歌う人の感情移入でいうと例えばこうこうこうだからこういう思いなんですよってやっぱりこう流れていくようにこう歌った方が感情移入できるんじゃないかっていうこともあって、なかなかそういう書き方って僕は得意じゃなかったんですけど、今回こう見ててね、なんて言うんでしょう、工事のメロディーっていうのは本当にこう水が流れるようなメロディーだなと思ったんですよ。で何かこう水ってこう高いところが例えば流してった時に、あここがちょっとどうかなと思ってそこで止めて、じゃあまたそこから水を流しても上から流れてきた勢いのようには流れていかないじゃないですか。だから多分じゃあサビはちょっとじゃあピッチがおかしかったからサビだけちょっとじゃあ取ろうかって言ってもやっぱりなんか急にそこだけそのサビのなんていうんですか温度感で歌いにくかったと思うんですよね、はい、そうなんです、それ、はい、だからやっぱり頭からちゃんとその入り口があって、そのこう水が流れていくようにちゃんとこう終わっていくっていう、下地とはそうやって作ってるんですよ。いやまさしく昨日そのあのちょうど歌い入れをちょっとこうしていて、うん、でも私どうしてもこれをちょっと、まあ、レコーディングの時にも撮れたんですけど、うん、やっぱちょっとなんか気になっていて、もっとこういう風に歌いたかったなっていうのがちょっと後からちょっと出てきて、どうしてもちょっとあの記念にやらせてほしいって昨日まあ記念にやろうと思ってやったんですけど、もうすごくなんかこうあの一番最後のもうサビ、うんだけこうちょっとなんかこうあれだからそこだけやろうっていう話になったんですけど、そうどうしても取れないんですよやっぱり、不思議だよね。だからもう一番最初から結局最初からこう流して取らないとそこにこう行き着かないっていうか、不思議ですね。まあやっぱそれは本当に他の作曲家、まあ僕もいろんな作曲家の方と仕事させてもらいましたけど、それは一つちょっと玉井浩二という作曲家のねなんかちょっと個性かなって今回改めてちょっと思いましたよね。で何かね、僕浩二が歌作ってるとこをスタジオなんかでよく昔は見てましたけど、なんでしょうね、こう歌が生まれていく瞬間っていうのがなんか浩二の歌っていうあの曲っていうのはねなんか含まれてる感じがするんですよ。まさにこう最初からこうずっとこうねあのメロディーがこう始まっていくこう感じっていうのがなんとなく彼がこう作ってる時というかね生まれていく感じっていうのがずっとあって、なんかそれをこう美穂ちゃんにこうがこう体感してる感じ、うん、なんかその瞬間が歌が生まれた瞬間を何か新たにまたそこで再生してる感じっていうのがねすごくレコーディングを見ててねなんか不思議な経験っていうかね面白かったですね。ここはねなんかこうそう玉置浩二さんの私今回ねだからちょっと歌うにあたってまあいろんな聴き方をするんですけどね実は。でカバーを例えばそのカバーライブでそのカバーライブみたいなのをやるときには、まあ、そこまでは聴き込まないんですよ。っていうのはその何でしょうねあんまりこう聴きすぎちゃうと歌いながらその元の人がここで鳴っちゃうんですよね。でそれがすごく私の場合嫌で、まあ、できたらその
自分のニュアンスとかっていうのをなんかもっとこう私が歌ったらこれがどうなるもうただの作品としてこう捉えて歌うってことがほぼ多いんですけど、今回は、うん、すごい聞き込みなんです実は。でその聞き込み方っていうのも、まあ、いろんな聞き込み方があって、もともとその音源になってるものというのも当然そうなんですけど、まあ、YouTube とかでライブの映像とかもそうですけど、いっぱい出てるじゃないですか。そういうのも結構いろいろ見て、でなんかね、多分ね、玉置浩二さんってね、口の中の空きがちょっとね、人とちょっと違うんだなってちょっと気づいて、これどうやるんだろうと思ってそれずっと練習してるんだ。でね、一つそれがね、こうね、ああって思ったのがね、どれだっけな、昨日聞いたんだ。まあ、例えば行かないでなんてね、今回これはまあ玉置のソロの曲ですけど、あれなんか本当にメロディーも少ないし言葉数も少ないし、そこの中でいわゆる倍音っていうのかな、その声の響きみたいなものを命みたいな曲じゃないですか。なんか ああいうそういう行かないでとかじゃなくて、あれはどうなんですか、その今言ってた歌い方っていう意味では。今ね、思い出しましたね、微笑みに乾杯です。微笑みに乾杯の、ちょっとあれで試してるんで聞いてください。ああ、それ楽しみですね。じゃあ皆さんファンの方で、ね、自信作みたいなそういうこと、まあ全部自信作ですね。本当ね、でも、うん、あの微笑みに乾杯って、あの青い空っていうあで始まるんですけど、そこからね、どうやったらこうあっていう、その中を開けてあって言えるかっていうのをすごい練習したんです、実は。楽しみです。それね、くだらないこと結構。いや、くだらなくないですよ。いろいろ。まあでもね、本当にその何でしょう、歌うたびにやっぱり違って、うん、その、まあ、答えなんて実はないようなね、うん、感じもちょっとあって、そのピッチがどうとか、そのテンポがどうとかって、もちろんその音楽的物理的なことで気になることっていうのは当然あったりもするでしょうけど、どんな場合もね。でもそこじゃないところで。まあ、どんな歌もそうなのかもしれないけど、やっぱり特に彼の作品というのはそういうところなんかこう気になるっていうかね、ただ音程がいい、ただピッチがテンポがいい、ちゃんと詞も間違えずに滑舌も良くてちゃんと歌えましたっていうだけでは完成しない、うん、なんかそんなやっぱ曲が多いと思うんですよね、彼の場合ね。だからまあ他にこうカバーされた方の歌を聴いてても上手なんだけどこう感じないっていう歌がやっぱり多くて、まあ、多くてっていうかそういうこともあってね、そこがやっぱり僕なんかこう客観的に聴いてて大変なんだろうなと思います。確かに難しいですね。一曲一曲になんかそれぞれのこうなんていうんですかね、気持ちのなんかこう芯っていうのかな、なんかそれをなんか一本自分で通して歌わないと多分成立しないんだろうなと思います。だからさっきおっしゃったみたいにこうサビだけ歌うとか B メロだけ歌うとかっていうことができないってことは、多分なんかそういうそれは多分だから五郎さんがお作りになってるその歌詞の流れとかそういうところも含めて多分そうなんだと思いますね。さっきもね、ちらっと言った行かないでっていう曲はもうサビはもう行かないでしか歌ってないですし、2日のサビの中で、まあ、出だしがあーっていう結局その一歩間違うとね、歌詞が同じだから、まあ、コピーしてペーストすればいい歌を、ね、なんかまあまあ昔はねそういうのを考えがちだけど、ありえない、ね、やっぱりそれを許さないんですよね、彼の場合。絶対できませんね。だからレコーディングの時もそのあーに全部意味が違うんだから、うん、そこちゃんと別にうまく歌おうっていうことでその一回一回のあの違いを見たに僕リクエスト したと思うんだけど、まさにそういうこう感じで例えばああ行かないでって言葉が歌の中で何回かこう出てくるんだけど、まあ、そのどれもが違う意味を持ってるっていう ね、なんかそこはじゃあ逆に言うとでもやっぱりそこは歌詞の醍醐味っていう。そうですそうです、うん、そうだと思います。やりがいがありますよね。そう、昔でもよくなんかこうペーストしてましたよね、なんかそうそう、やっぱりちょっとね、機械が発達してくると ねやっぱりそういうのをこういいところだけ使っちゃおうみたいな時代もありましたけれども、うん、でも逆に今なんでしょうね、もうちょっとその意味では全てがデジタルになってきちゃってるから、ある種の生々しさというかね、本当にそこにこうその人の歌詞の息遣いっていうか、ちゃんと一行一行一言一言になんかそういうものが伝わってくるようなものっていうのを
本当はなんかこう残していくべきじゃないかなって気がしますよね。実はそれ昨日最後の歌えるがそのいかがになったんです。それをちょっと記念にやらせてほしいと記念ばっかりだね記念にやらせてほしいんだけどみたいな。でそれはまあ本当にまあ一発で最後取れました。それは何でしょうね、まあもう厳密に言うとね、もう本当ねピッチを気にしたりとかしだしたらもうキリがないんですよ。実はもうそんなこと言ったらもう歌い手にとって一番気になるのってやっぱピッチなんですよね。どんな人でもそうだと思うんですけど、リズムよりもピッチなんですよ実は。どういうふうにこう誰が聞いてもそこはやっぱり一番分かりやすいっていう、はい、ことだと思うんですけど、まあ、それがなんかこう聞く人がいるってことを念頭に置いて歌ってるとやっぱどうしてもそのなんかいい響きとかっていうのはもう後付け な問題で、歌い手はやっぱりもう何を置いてもピッチが一番気になるし、だけどなんかこうそこばっかりにとらわれちゃうとやっぱそれ一番 さっき言ったようにこう気持ちというかその、うん、なんか気持ちの芯みたいなのがどっか行っちゃうんですよね。そうすると本当今回の楽曲はどれも多分成立化しないっていうのがこうなんか練習してた時に思ったんですよね、うん、だからまあ本当言うともう直したいとこいっぱい実はそんなこと言ったらもうめちゃめちゃ直したいですよみたいなところがありますけど、うん、ありますけど、でもまあそれがなんかそのさっきおっしゃった流れの中でこう歌えてれば、まあ、気持ちが本当全部つながっていれば、まあ、それでいいのかなという不思議な作品ですね。だから今回ね、うん、割とバンド形式というか、はい、割とメンバーとねほぼ一発撮りみたいな形で、はい、であれも僕はすごく楽しみにしていたというか面白かったなと思ったんですけど、今のその郷司の曲の性格で言うとね、やっぱりその例えばお芝居の舞台のお芝居って例えば僕が今ここで演技してても受け手の人も実はこう見られてるわけじゃないですか、うん、だから当然相手がセリフ言ってるの、ま、待ってるんじゃなくてやっぱちゃんとそこでも何もしない演技をしなきゃいけないってことってあるじゃないですか。実は一発撮りとかそのライブ感ってそれが実は本当にすごく大事だなと思っていて、さっきお話したそのデジタルな撮り方って例えばサビだけとかどこだけっていうと実はそう他のとこ何もしなくてよかったりするんですよ。さあじゃあ今ここ自分のセリフだみたいな。でも今回みたいな撮り方をすると例えば全イントロがピアノがこう入ってきてとか感想でこういうギターが入ってきて、そこも実は歌手がサボるわけにいかないというかね、そこもちゃんとその音楽の中にちゃんといないと、うん、次の例えばサビであったり次のマニバの冒頭であったりみたいなところ、だからその3分4分ある曲の中で、まあ、フルで歌っていないんだけど歌い続けていなきゃいけない曲っていう感じがあって、ね、なんかそれはこれレコーディングなんかをこう聞いててすごくこう感じましたよね。それはもう歌い手なんかは本当いつも私なんかすごい感じるんですけど、感想ってあるじゃないですか、いわゆるこう例えばまあワンコラスに回ってツーコラスに回って次のサビにもう一回サビに帰る時にこうそこに感想があって、でその時のその自分の言い方ってやっぱりね実はすごく難しいんですよね。でも例えばそのミュージシャンがこう演奏してこの奏でてくれてるその演奏を自分でどうそこで感じてるかっていうことってやっぱすごい大事 でこれは本当さっきおっしゃったみたいに本当ライブもそうですし、だから今回そういう意味ではなんかその空間も全部楽しめたレコーディングだったなってすごく思います。ミュージシャンの方が結構それも分かって演奏して、ねうん、くれてる感じがあって、うん、そこがすごく伝わってくる。そうですね、うん、余計な音もないし、まあ、余計な音というかね、そこら辺がこうデフォルメしすぎず、うんうんうん、音の、まあ、アレンジをこうリスペクトしてくれてるところもあり、はいはい、それはすごく感じましたね、うんうんうん、何かまあどれもそうなんでしょうけど、この曲のここがこう自分なりに大変だったみたいなものってありますか？大変だったのはもういっぱいありますけどね。そうなんでしょうけどいっぱいいっぱいあります、もう本当にたくさん。